したベルトじゃありませんね。美術品のようなものと違って、これ自体にはさほど価値がない。チャンピオンベルトの価値は、それを腰に巻くに値すると認められた人間の方にある。そうじゃありませんか？おや、申し遅れました。私はヨハン・ペトロビッチ、ここの関係者でしてね。今度の大会で勝者にベルトを授与する役に良くしております。第5回ナイシャール親善格闘大会、ついにその熱闘にピリオドが打たれました。果敢なる戦いを繰り広げた全ての選手たちに今一度大きな拍手を、そして勝利を東進スバルハルへと捧げましょう。それではこれより優勝ベルトの授与に移ります。プレゼンターは大会実行委員ヨハン・ペトロビッチ氏です。ありがとうございます。ですがせっかくです、ここは華やかな踊り子にこの役を譲りたいと思います。やれやれ。ああ、そうだ、そういえば良いのでは。
おめでとう。 あなたは私を倒した。 それで? あなたにとってこれは何です? それとも始まり。何であれ。 私にはどうでもよいことです。 しかし。<笑><笑> それであれば。ベガという男について聞いたことは、伝説的な巨大犯罪組織シャドウ、その総帥。 世界を己が暴力のもと滑ようとした偉大なる狂人だよ。あの男は常にこの力を扱える器を探していた。 動かないでもらおう。まだ不慣れなものでも。